おはようございます。2月18日第179回ポコナカワイアニマルラジオになります。今日はね、大阪からということで、サムネイルだけちょっと亀のね、写真を貼りましたが、亀がいないんでね、せっかくちょっとね、ホテルに泊まらせてもらってるんですけど、海がね、見えていい景色だったんで、昔1年半前ぐらいかな、1年半か2年半ちょっと忘れちゃったんですけど、 ATC ホールでね、とある、テレビ会に出た時に、まあ、今ここに ATC ホールがあるんですけど、その裏のね、海の前で、ラジオを撮った記憶があるんで、まあ、それをね、思い出しながら、ちょっと今日は、ATC ホールのね、隣のホテルから撮ってます。設営がね、さらっと終わって、お手伝いのね、で、いつもだとね、結構長々といるんですけど、なんか整体を逃走防止用でね、しまったりしないといけないっていうルールがあるみたいなんで、その辺は動かせないんでね、あんまりやることがなかったっていう感じだったんで、今日はね、早く、ホテルの方にチェックインできて、ちょっと休んでね、少し寝て、まあ、僕は昼寝とかするとあんまりね、がっつり寝ないタイプなんで、3、40分寝たらね、目が覚めてしまったんでね、なんかしようと思ったら、朝撮っても今撮っても多分そんなに変わらないなと思ったんで、だったらね、まあ今ちょっと夕方で、いい景色が見えるので、ラジオを撮ってしまおうかなって。多分明日の朝の方がひどいことになってると思うんでね、撮らせていただきました。大阪に来るのにね、だいたいなんじゃ、僕はちょっと朝の2時半ぐらいに家を出て、で、まあ一緒に乗っけてってもらえるところでね、乗せてもらい、そこから僕が運転して大阪まで来ました。まあ、やっぱり距離はすごいあるなと思うんですけども、僕運転好きなんでね、あんまり苦にならないし、まあ、特にあまり行ったことがないところに行くのが好きっていうね、まあ、運転はちょっと慣れてないから怖いなっていうところもあるんですけど、やっぱり全く知らないところに行くっていうのはね、すごい好奇心がね、駆られるというか、昔は知らないところに行くの大嫌いだったんですけど、オーストラリアに行くっていう予定があったのも、面倒くさいから行かなかったりとかね、そういうふざけたことをやって、若い時のね、もっと見聞を広げることができたのをね、無駄にしてしまったというね、残念なことをやっていたりしていたんですけど、なんで、まあ、大阪に来てね、イベントに行くとね、いつもいる、ショップさんたちがいるんで、なんかそんなに変わった気はしないんですけど、ただやっぱ知らないお店さんだったり、もともと知ってるお店さんで、Twitter とかね、電話とかでやり取りしたことがあるだけの、お店さんとかもね、あったりして、まあ、すごいね、刺激ある、まず1日目を過ごさせていただいています。あと、まだね、今何時だろう、4時半ぐらいですね。まあ、すごい快晴ではないんですけど、まあ、太陽も出ててね、いいのかなって。船がね、いっぱいいますね。で、まだ今日イベントの方で、整体の方がね、まだ並んでない状態、入れ物に入ってね、見えない状態になったりとか、翌日持ってくるとか、そういう感じなんでね、どういう整体がいたかっていうのはね、全くまだ見えてなかったので、まあ、僕自身もね、明日になるまでどういうのがいるのかわからないなっていう感じです。なのでね、明日、朝から、まあ、ちょっと回れる隙があればね、ちらっと見に行ってみたりしたいなとは思ってるんですけどね。なんで、大阪ね、初めてのレプタイズフィーバー、ちょっと明日がすごい楽しみであります。どんなね、感じなのかも含めて、本当ね、今までに全くない感じだったんで、まあ、知ってるお店さんがいる以外はね、本当慣れない場所に来て、やってます。で、朝ね、スジクビヒメニョイガメのツイッターでね、俺のって載せたんですけど、あれは素朴がもう約束してたやつなんでね、購入させていただいた感じです。あれは種親になるようにね、うちに、連れて帰ってくるんで、筋首のね、アダルトのメスが2匹になるっていうね、まあ、いいことが、ありました。まあ、帰ったらね、しっかり動画に載せたいと思うんで、それまではね、ちょっと、
まあ、というか、まあ、お店に置いてあるんで、お店に取りに行かないといけないというかね、まあ、帰りに、連れて帰るという感じですね。なんで、それは、イベント後の、まあ、翌日の朝、月曜日、疲れてなければって感じですかね。しっかり動画に載せたいと思います。ということでね、今日は、今日はというか、まあ、これから、まあ、前日の金曜日のね、夕方なんで、これからちょっと大阪の街を繰り出すっていう感じで、初めてじゃないな。でも大阪ほとんど僕行ったことがなくて、まだ門間で飲んだことしかないんですよね。で、今日は門間じゃないところで飲むみたいなんで、初めてのね、土地で、美味しいものを食べてっていうのができるのかなと思っています。まあ、本当はね、時間があればね、爬虫類屋さんとか回りたいんですけど、ただ大阪のショップさんも結構ね、出店されてるので、ね、お店に行ってもまあバタバタしてるような状況なんでね、だから本当はね、また違う機会でね、大阪に来て、大阪のショップさんを巡ってね、まあ営業がてらっていう感じでできたらいいんですけど、なかなかね、そういう機会がなくて、本当は良くないんですけどね、ちゃんとご挨拶しながらね、いろんなところを回れたらいいなっていうのが、まあ、いつも思ってるんですけどね、なかなかこっちまで来るね予算がないということで、ポゴナクラブの商品をね、皆さんがいっぱい買ってくれて、多少でもね、そういう経費が出るようなね会社になってくれたらいいなと思っています。大阪ね、今回2度目ということでね、まあ、昔多分通るだけっていうので何回かあったんですよね。どこだっけな、広島と島根と、あと奈良にも、奈良京都はね、行ったことがよくあるんで、で、もともと僕岐阜にね、岐阜の多治見っていうところにガキの頃、4年、3年半か住んでたことがあって、でそこからね、京都だったり奈良に連れて行く途中で、連れて行ってもらう途中で、大阪通った記憶はあるんですけど、大阪に何かそれで寄ってっていうことは ないんですよね。だから本当は2か3の年で初めて行って、で今回2回目っていうんでね、まあ本当もっと遠くには行ってるんでね、全然行けたはずなんですけど、まあ、なかなかね、出かける機会がなくてっていうことで、この年まで来てしまったんでね、今日は明日、明後日、だ本当は土曜日の朝の話なんで、昨日、今日、明後日です、明日ですよね、は、大阪の街をね、ちょっと堪能、まあ、大阪の街を堪能しつつ、大阪のイベントを堪能しつつ、っていうふうに思っています。ぜひね、レフタイルズフィーバーお越しください。皆さんね、お越しをお待ちしています。そして僕もいますので、もしあれだったら見かけたらね、気軽に声かけていただけたらありがたいです。ということでね、今日はちょっと変わったスタイルで、やらせていただきました。まあちょっと数年前にやったことのね、思い出しながらっていうパターンなんで、金魚ラジオって方でやってたね、パターンのやり方でしたね。ありがとうございます。ぜひ、会場へお越しください。よろしくお願いします。